日本時間24日に競技が始まるパリ五輪にテレビ各局が複数の女性アナウンサーを派遣し、花を添えている。そんな中、テレビ朝日からは増田さやか、31、住田さり、29、安藤桃、26の3人が派遣された。秘蔵写真、ヒロド・アユ西野カトパン、と呼ばれていた2017年の初々しい顔。2017年、 マスダーアナはスポーツキャスターの経験があり、スミダーアナはベルギーのインターナショナルスクールに在籍していたことがあって語学が堪能。安藤アナは入社2年目の2021年から、報道ステーション、ホーステのスポーツコーナーを担当していたことがあり、東京五輪の取材経験があります。ベストな人選だったのでは、スポーツ紙放送担当記者、長年慣れ親しんだ、熱湯甲子園のキャスターにそんな中、 同局の枠から漏れたことが話題なのが昨年3月にテレ朝の系列局朝日放送を退社しフリーとして活動し現在はホーステのスポーツコーナーを担当するヒロドアユキャスター32だ東京五輪は曲「アナ」時代にサブキャスターだった「サンデーライブで取材済み五輪取材の経験値で今回も選ばれると本人は思っていたようですが テレ朝の上層部は曲アナを優先しました。フリーのヒロドにギャラを払うよりも社員を起用すればコストカットできるので、そうするのも納得ですが、どう前、ヒロドはフリー転身に伴い、安藤アナからスポーツコーナーを、強奪、した形に。結局、それがあだになったようだ。曲アナ時代、サンデーライブ20簡単符。でキャスターを務めていた、旧ジャニーズ事務所、現スマイルアップ。 の東山木の社長に進路相談していたという一部報道や放捨での抜擢による反発で局内ではし面ん化円安の影響もあり、海外取材はとにかくお金がかかる上に局を上げての経費削減の影響も大きいテレ朝関係者。結局、ヒロドは五輪期間中、長年慣れ親しんだ熱湯甲子園のキャスターを務めることに。置かれた場所で咲くしかなさそうだ。 ヒロド・アユミアナといえば、フリーになって、報道ステーションに移籍する際に、一文弱あったことが記憶に新しい。黒丸関連記事、もっと読む、ヒロド・アユミアナ、放ステ起用で破門、テレ朝と ABC テレビの間に吹き始めた、隙間風、では、本人の起用をきっかけにして始まった両テレビ局のぎくしゃくぶりについて詳しく伝えている。